岡田が中に入っていきます。高橋が切り返しながら中に入っていきます。高橋のクロス、ヘディング落としてセカンドボール、岡庭、そして石田が触って曲がりますよ、左足、曲がる、高いゲット来ました。群馬、やはりこの男が結果を出します。高井一馬のゴール、2対1。追加点取られた後ですよね、早い時間帯に取りましたからね、この1点は本当に大きいですね、群馬にとっては。まあ、かなりゴール前に人数もかかっていました、今のシーンです。まあ、岡田選手がしっかりサイドに流れて、そこを起点にした後のその攻撃ですよね。まあ、おそらく石田のタッチは、まあ、意図したパスという感じではなかったかもしれませんが、この後冷静でしたね。反応も早かったですよね。